それではこれから武蔵大学教授大内博一、都立高校入試へのスピーキングテスト導入の中止を求める会、都立高校入試英語スピーキングテストに反対する保護者の会による記者会見を始めます。本日司会を務めます沖浜と申します。よろしくお願いいたします。本日は多くの記者の方にお集まりいただき本当にありがとうございます。最初にお願いなんですけれども、会見をする保護者の方一番端にいらっしゃいますけれども、撮影は構いませんけれども、お名前等は記事等に掲載するということはなさらないでいただきたいということでよろしくお願いいたします。それからこちらでですね、記録及び公開用のビデオをちょっと撮らせていただいておりますが、この件もご了承ください。それでは早速ですが、この問題のさまざまな問題点を運動の経緯も交えながら、大内の方から報告させていただきます。武蔵大学の大内博一です。どうぞよろしくお願いします。私の方からは今日お伺いした ESAT-J 入試活用の問題点とその経緯ということでお話をいたします。で、これは問題が実はかなり長い経緯がたって起こっておりまして、そのことをぜひ、最初に知っていただきたいと思います。私がこの入学試験の問題に関わるようになりましたのは2019年秋のことでした。当時新しく導入される大学入学共通テストで英語民間試験の活用というのが大きな問題となっていました。これに対して10月13日に東京大学でシンポジウムを行い、そこで私は入試改革を考える会という会を結成して入試の問題に取り組むようになりました。同じ月の24日に当時の文科大臣萩生田文科大臣が身の丈に合った受験をとテレビ番組で発言したことがきっかけとなって批判の声が大きく広がり、11月1日大学入学共通テストにおける英語民間試験の活用は中止となりました。またその後、国語と数学の記述式問題の導入についても私たち反対運動したんですけども、こちらも中止となりました。ここまで決まっていた大きな入学試験の中身が、直前になって中止になるというのは前代未聞のことだったと思います。当然いろんな問題ありますけれども、地域経済格差、複数の民間試験の比較、そしてこのあり方が入試の公平性公正性に反するということが問題になったと言えます。でもそれについてはもう大学入学共通テストの英語民間試験の活用はダメだったということになっているわけです。で、そうなったにもかかわらず東京都で ESAT-J が入試活用されたんです。ESAT-J は大学入学共通テストの英語民間試験と同じではありません。しかし同様の問題をはらんでいる点がありますし、また大学入学共通テスト以上の問題点がある。この社会は4年前に大学入学共通テストについてこのような試験はおかしいというふうに判断したにもかかわらず、なぜそれよりもひどい試験が東京都で実行されてしまったのか、そのことをぜひ知っていただきたいんです。 ESAT-J の問題は2021年12月、都立高校入試へのスピーキングテスト導入の中止を求める会による記者会見から運動は本格的に始まりました。私は2020年の1月に、イミダスという私がウェブで連載している記事で英語のスピーキングテストは危ういという記事を書きました。ここでまず都立公立都内の公立中学校3年生約8万人の音声回答を短期間で公平公正に採点できるのか、この疑問は未だについています。また ESAT-J の配点は入試上20点なんですけど、これは学力検査の英語の得点100点満点には含まれません。国語数学理科社会よりも英語の配点が高くなり、評価間の配点のバランスは崩れます。実際には調査書の、計算もこの英数国理社が同じ点数を前提に作ってるんですけど、そこに20点が入ってしまう。これも今まで説得力の説明は行われておりません。次に2月16日に私は
都立購入指定をスピーキングテスト20点の謎という文章を書きました。ここでは ESAT-J の100点が最高点なんですけど、これがどのような点数に換算されるかというと、そこに書いてある通り80点から100点が A、 65点から79点が B、 それぞれなっているように不均等な得点域で分けた後、 A20 点、 B16 点、 C12 点、 D8 点、 E4 点、 F0 点と配点されます。例えば1点しか取れなかった人も34点取れた人も同じく E に評価されて4点、33点違っても同じ点数です。また1点は E で4点に換算され、0点は F で0点に換算されますから、1点でも取ればテストの結果は4点差して換算されます、カウントされます。こうして算出された ESAT-J の得点は調査書に記載されますが、わずか1点の差が合格不合格を分ける入試において、このような換算の仕方が許されるとは思えません。昨年11月21日に試験が終わった後で、受験生本人が私のところになぜこんな配点なんだということを、疑問の声が複数届いています。ということはこれについても十分な説明は試験前に行わなかったということです。またスコアレポートで受験生に通知されるのは総合得点とグレードのみです。 A プレテストで A 音読、 B Q&A、 C 描写説明、 D 意見コメントの4つのパートがなったんですけど、どのパートで何点取れたのかという採点結果は伝わりません。ですから自分はスピーキングテストでどこの分野がどれぐらい取れたのかということが分かりません。入試で採点ミスのことを指摘しようと思っても、設問ごとの配点が分からない、自分の点が分からないんですから、気がつきにくいですし、アチーブメントテストとしても自分がどの分野に弱点があってどこを伸ばそうかとしても、そのどのパートごとの点数が分からないんですから、そちらの点でも大変情報不足です。 ESAT-J は入試としてもアチーブメントテストとしても問題があまりにも多くて、試験として失格だと思います。3月です。私は次にまた文科大臣もクエスチョンとなった都立購入支援をスピーキングテストの構造的問題という文章を書きました。ここでは不受験者の扱いを問題にしています。この試験は都内の公立中学校の3年生を対象としています。しかし都立高校を受験するのは都内の公立中学校だけではありません。都内の国立私立や都外の受験生も受けるんですから、これは構造上11月のこの試験を受けないで受験をする人が出てくるということは、スピーキングテストを受けない人にスピーキングテストの点数をつけるという大変難しい問題に直面することになります。この件について3月2日文科委員会で立憲民主党の吉田晴美議員が文科大臣に、これではその受験生の公平性は保てないと、しないで済む人が出る、ね、受験生からも不公平だという声が上がっていると当時の末松大臣に迫りました。それに対して文科大臣も何か釈然としませんなと、少なくともこうしたスピーキングテストを受けなかった人に、他のことを換算してスピーキングテストの点をつけるというのはおかしいという見解を示したわけです。6月15日に私たちが行った記者会見では、3月30日に発表されたこの実施要項についての問題を提示しました。事業者が用意するタブレット端末等を用いて回答音声を録音すると、また受験生は前半実施組と後半実施組に2つに分けてタブレット端末を移動する形式で実施すると書かれていて驚きました。つまりこの問題は入学試験の原則は同一問題同一時間だと思うんですけど、同一問題で別時間だということですね。同じ問題を前半後半と分けて行う、当然これは問題漏洩の危険性があるとその当時記者会見で強く訴えました。こんな警告を発していたのに大変な漏洩が起こるわけです。ですからあらかじめこうやって指摘されていて分かっていた問題点を訂正せずに試験を強行したことも大きな問題です。それからこの当時スピーキングテストの ESAT-J と、ベネッセの G-TEC、まあ、その ESAT-J はベネッセがやってるんですけども、この問題作成、問題傾向、採点基準ともにとてもよく似ています。両者は実質的に同じだとする専門家もいます。でこの G-TEC を中学校で実施してるその都内の自治体と実施しない自治体があると、当然同形式の試験を実施している方が有利になると予想できますから、やっているのが9自治体、富士市が40自治体となっているんですけど、
これは地域格差の存在を予測させます。大学入学共通テストで地域格差のこと問題になりましたけど、これも地域格差でしょう。同じようなタイプの試験を実施している自治体とそうでない自治体が存在する。このこともそういう疑問を持たれれば、いやそういうことはないんだというふうにちゃんとエビデンスを出す必要があると思うんですけど、そんなエビデンスは出されていません。次、6月21日に私は英語スピーキングテスト導入は即時中止という文章を書きました。ここでは、この印刷事例の活用について、都が出した見解ですね。次3ページ目です。でこれどのようにして不受験者についての点数を求めるのかといったときに、これは学力検査の得点、つまり不受験者も学力検査を受けてますから、これと同じ点あるいは似た点の人たちの、まあ、これ方法は評価の点数化を見ていただきたいんですけど、その平均値によって不受験者の仮の印刷税結果を求めると。つまり英語学力先生テストの得点が同じあるいはその前後の点の ESAT-J 結果から ESAT-J を受けていない不受験者の、仮の ESAT-J 結果を求めるというんですけど、これやっていいという根拠はありません。相関関係のデータはないと、東京都でも発言してますけれども、その後、そのデータを持ってないということは東京都教育委員会は認めました。ですから、英語の学力検査と ESAT-J の間に相関関係のデータはないのにそこから計算すると出しているわけです。また点数の算出を各高校段階で行いますから、例えば英語学力検査75点の受験生のグループ、英語の学力検査は上なんですけど、もし72点のグループの ESAT-J の平均値が上回る ESAT-J の点が出たら、なんと英語の学力検査が高い方が ESAT-J の方で、仮の結果で72点の人よりも悪い結果が出る。でそれは4点刻みですから、場合によっては5秒分けるという逆転現象が起こり得ます。このことも我々事前に東京都側に指摘をして、少なくともそのことを認める発言を引き出しています。対抗期問題が起こってますから、11月21日に ESAT-J は、これは実は個人情報の問題もあって、これプラス入試の公平性公正性に反するとして、小池東京都知事、浜東教育長、東京都教育委員会に対して、私を含めた原告17名が住民訴訟を提訴しました。個人情報の保護の問題は複雑ですけれども、何よりもこれは個人情報の提供について合意を得るってことが大事なんですけど、合意を得るも何もそのベネッセ そのところに個人情報を登録しなかったら受験できないんですから、試験が。ということは事実上の強制だってことが大事な問題になっています。27日当日です。私たちは英語スピーキング議連と市民団体で当時の実施状況調査を行いました。ここで、まあ、驚いたんですけど、前半実施と後半実施が隣同士の教室でやってるというびっくりすることが起こったんですが、まあ待機している後半実施の受験生に前半実施の声が聞こえると、問題内容や回答の一部は伝わってしまっているという回答が多数出てきました。そこにあったあるその数名ではなくって相当数の数です。また私自身も個人で前半実施から後半実施の声が聞こえたということについてツイッターの DM を使って集めたところ、具体的に試験会場名まで出てきて実際に音が聞こえたという声が集まっております。右側4ページです。1月30日です。これだけ問題が起こってますから、11月27日の ESAT-J 試験について入試改革を考える会と都立高校入試のスピーキングテスト導入を推奨求める会がお供えについて、実際上どうだったのかの実証実験を行ってほしい、あるいは試験について実施状況調査を行ってほしいという要望書を出しました。しかし両方ともそれは実施されませんでした。ですからこの試験がちゃんと行われたかどうかの検証が行われていないんです。また2月7日にはESAT-J について採点に誤りがあり、訂正したケースが複数だったことが判明しています。しかし1月12日に結果が出た後に採点やり直しを行った経緯が不透明です。どうして、採点やり直しをした上で返したはずなのに採点やり直しをまた行ったのかも、またどんな採点ミスであったのかも不明です。こんな状況です。でこれらを踏まえて ESAT-J の問題点です。1、入学試験に求める公平性、公正性、透明性、信頼性を欠いた試験です。東京以外の他道府県とは多く異なっています。入学試験に都道府県ごとの特色や多様性はあるのは構いませんけども、入学試験における公平性、公正性、透明性、信頼性において都道府県による顕著な差があることは
大きな問題あると考えます。試験の基準が都道府県ごとにそんなに違っていいんでしょうか。公営性について違っていいとは思いません。2つ目、東京以外の都道府県でもアチューメントテストなのでスピーキングテストを実施する動きが広がっています。入学試験で活用されることになれば東京と同様の問題が起こる危険性が高いです。その点でこれは全国の入学試験の在り方に関わる問題です。3つ目、ベネッセでは2014年に業務委託先の従業員が約3500万件の顧客情報を持ち出し名簿業者に売却した事件が発覚しました。過去にこうした事件を起こしたベネッセに都民の疑惑の目はそのような当然であり、その点について十分な説明はなされていません。またそれに加えてこのベネッセが関わるイースタット J で個人情報法の扱いについて住民訴訟が行われています。またイースタット J の導入によるベネッセ利益拡大あるいは他の教育産業の利益拡大の可能性など、公教育の入学試験が私企業の利益拡大につながることになれば大きな問題です。またこれらの法的な違反は確認されていませんけど、そういう疑いを持たれたことだけでも入学試験や教育行政の信頼性を揺るがすことになると考えます。4番目、2022年度の5億円に続いて2023年度に東京都ではスピーキングテストで35億円の税金が投入されることになっています。税金が私企業に使えることの問題に加えて、こうした政策が公教育に与える悪影響を与える必要があると考える必要があります。OECD 諸国の中でも GDP 比に占める教育予算の割合が低い日本において、税金が私企業に使われることは、公教育予算の一層の減少を意味します。教員不足問題の深刻さがこれだけ大きな問題になっている現在、公教育予算の拡充が急務な状況の中で、こうした税金の使い方が果たして良いのか、強い疑問を感じます。私の方からは以上です。はい、ありがとうございました。それではですね、私たち の組織でこれの署名活動、請願活動を行っていますので、それについて池田の方からご報告いたします。はい、中止を求める会の池田真澄です。私たちは2021年の末からですね、スピーキングテストの結果を高校入試に利用することに対して反対して運動を行ってきました。これはイーサット J が中学校あるいは高校の英語教育に悪影響を与える可能性を危惧して、そして入試制度としてあまりにも欠陥が多すぎるというふうに考えたからです。しかし昨年実施されてですね、それ以前のとんでもない問題が出てきました。これは大石さんの今の解説にかなり詳しく書いてありますが、一つはですね、試験当日には隣の教室やあるいは近くの座席の生徒からの音漏れがあったということを受験生、それから保護者、それから試験監督も含めてですね、多く指摘があったわけです。ところが都教委は回答に影響する事例の報告はなかったというふうに言ってですね、再調査さえ行わないという許しがたい態度です。教育長はと話をしたいという中学生の声は黙殺されたままということになっています。それから2つ目にはですね、試験には高校で学ぶことになっているメイハブシーンという英語がありますが、これが出題されました。これを意味が分かるように読みなさいという問題なわけですから、意味が分からなくちゃ答えられないというのは都教委側も言っていることです。そして中学校の学習指導要領に基づく内容にするというふうに言ってたにもかかわらず、これを習った単語ばかりだから問題ないと、これもごまかしだと私は思いますが、こういう見解を述べる、ね、都教委や教育長は中学生に英語教育を語る資格があるんでしょうかと私は思います。疑問です。でこのような実態がですね、まだまだ多くの国民に知らされていない。私たちは前回の電子署名で26名の専門家と、それから6つの教育団体などから賛同をいただいてですね、こういうこの署名ですね、を
展開しました。全部で24,124 名の方からご賛同いただきました。また反対する保護者の会、後ほどお話しされますが、こちらの電子署名もですね、7,275名の署名を賛同署名をいただいていると聞いています。しかしながら、こうした問題点をですね、解消しないままに都教委はスピーキングテストと入試を実施をして大きなトラブルなかったと公言しています。そして 1,2 年生にもですね、受験させるというふうに予定をしています。このような状況を考えて、私たちは新たに署名活動を立ち上げるということにしました。今回はこの、反対する保護者の会、それから私たち、中止を求める会、合同でですね、この署名を始めます。まだ大きな数になっておりませんが、もっともっと増やしていきたいというふうに考えている署名であります。また私たちは同じ趣旨で、紙媒体 の請願署名を、ね、行います。この署名にはすでに、6つの会派を代表して、10名の、都議さんたちが、紹介議員になって、います。これを、広げてまいりたいと思っています。前回の署名を展開する中で、分かったことの一つは、まだまだこのスピーキングテスト問題が多くの方に知られていないということでした。特に東京以外の方ですよね。この問題が、これがですね、計画の実施方針の中で明らかに、他府県とスピーキングテストについて情報交換と連携を図り、規模拡大による受験料の低廉化を図るというふうに書いてあるんですね。ですから、私たちの単なる想像ではなくて全国に広げたいというのがこの、実施方針に書いてある事柄なんですね。そして、もう一つ分かったことの二つ目は、メディアの皆さんが本当に取り上げてくださってですね、より広い層の、読者あるいは視聴者に届いたときに電子署名の数もね、やっぱりだんだん増えていくということが大変実感されました。今後ともメディアの皆さんにはこの問題のですね、重要性を踏まえて問題点をこれまで以上にですね、取り上げていただいて、この教育状況がですね、より改善されるようにご協力をお願いしたいと思います。以上よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。電子署名の方は東京都教育委員会の方で提出、それから請願は9月の都議会での審議をしていただくというように今予定しております。さてですね、それでは学校現場は一体どうなっているのか、あるいは先生たちはどのようになっているのかということを中心に吉岡の方からお話しいたします。はい、こんにちは。中止を求める会、そして新英語教育研究会の吉岡と申します。私は本日都教委の方に取り次ぎ入試問題および ESAT-J に対する意見要望書を提出してきました。これまでも質問書や要望書は何度も提出してきましたが、その声は聞き入れられることはありませんでした。なぜ現場の声が届かないのでしょうか。今日はこの ESAT-J が現場にどのようなことをもたらしているのか皆さんに知っていただいて、ぜひメディアの皆さんにはその真実をぜひ世に伝えていただきたいと思っております。ESAT-J によって奪われているもの、犠牲になっているものは本当にたくさんあります。昨年受験生の保護者だった方が受験を終えて改めて ESAT-J ってこんなんだったんだっていうのを A4 の紙にまとめました。お手元にあると思いますが A4 にびっしりまとめられています。これにももうまだまだ書ききれないと言っております。で、そのような問題点がまだまだ解決されないまま今年もまた新たに実施をされようとしています。
ぜひこちらの資料にも後で目を通していただけたらと思います。私からは特に学校現場で奪われていることを3点に絞ってお話しさせていただきます。まず一つですね、生徒にとっては話したい伝えたいというそういう、話す力の土台が奪われているということです。自分が本当に思っているから、ね、思っている考えを言わずに簡単に点が取れそうなことだけを言ってしまったので、授業のスピーキング活動の方がいい、気持ちを込めてできない、英語で会話ってこんなのだっけ、もっと楽しいものじゃないの、数値化されるのって感じ、コミュニケーションでを取る上で必要なアイコンタクトなどは活かせないのは悔しい、機会でなくて人と話したい、これは去年の中学3年生の声です。15歳の生徒たちが気づけることになぜ大人たちが気づかないのでしょうか。テストをしなくても学校現場では本当に豊かなスピーキング活動が行われています。最大40人という非常に恵まれない学習環境の中で工夫してさまざまな活動を取り入れていますが、その活動でつけた力を測ってもらえているのでしょうか。その2、入試の公平性公正性が奪われています。これも生徒の声です。採点の内訳理由を明確にしてほしい、隣の人の声がはっきり聞こえるし、休んだ人はその人の筆記試験の点数と同じ人たちの平均点が入るという謎のシステムなので、もっといいやり方がないのかと思う、頑張った人が報われないテストだ、と教員は生徒したいとか作り上げたいならまず聞く耳を持って、不満がいっぱいだ、授業の中での成長を見ると書いてあったけど結局英会話や塾で習っている人とそうでない人とで差が生まれると思った。私も公教育に、ね、長く関わってきましたけども、その目的は全ての子どもたちに基礎学力を保障することです。民間企業の導入はその利益が最優先されて現場の声は無視され、公教育の破壊にもつながります。ESAT-J の中身はまさにベネッセが作っている GTEC のテストそのものです。実際に利益相反だと思われるスピーキングテストの教材の売り込みや模擬試験などが行われていて、その案内も学校の方に届いています。返ってきた音声データの具体的な評価は示されず、その結果についても中学高校の現場で活用されている例を聞いたことがありません。何億円もかけて全く生かされていないというのが現状です。そしてその3、教員にとっては授業作りの喜びが奪われています。3年間スピーチをはじめさまざまなプレゼンテーションを通してスピーキングの力をつけてきた現場の教員にとっては、授業とは乖離している ESAT-J がそのゴールであるとは到底納得できるものではありません。到達度と言いながらも、全くその私たちの授業と相入れないものがたくさんあります。 ESAT-J の導入により学校現場ではその確立化された力を つけるために貴重な授業時間も教材研究の時間も、その対策に奪われていきます。また学校の設備やクラスの人数、経済的な地域格差など、教育環境は全く考慮されず、テストは一律で行われます。その結果により生徒の進路までも左右されることは公教育ではあってはならないことではないでしょうか。さらに教員は受験期の木の春事務処理に新たに加わったこの膨大な事務作業に神経をすり減らし疲弊しています。東京教育連絡会の実施状況調査によれば 95% の教員が負担に感じたと答えています。このような状況が続けばさらに深刻な教員の不足にもつながりかねません。今年の4月の段階で都の英語科教員は産休代替、時間講師、再任用などを含め欠員を埋める教員はゼロです。私は2年前に早期退職をしましたが、元同僚からの SOS で1年間だけ現場に戻ってほしいと頼まれて戻ることになりました。先週担当している1年生の生徒が外国人の先生とテストではなく4人グループで会話をする活動をしましたが、楽しそうに一生懸命英語で答えようとしている姿を見て、こういう経験こそが話したいというモチベーションになるのだと確信しました。生徒の中にはもう小学校から英語が一番嫌いだと声を大にしている生徒がいるんですけれども、その生徒が一生懸命話す姿を見て先生に褒めてもらい笑顔になっていました。そういう時間こそ授業に必要な時間だと私は思っています。そしてそれは教員にとってもやりがいと喜びになっていること、
そしてそのイーサット J の対策をすることで、その多くの貴重な時間と喜びを奪われていることをぜひ知っていただきたいと思います。私からは以上です。はい、ありがとうございます。ぜひこういう現場の声をですね、皆さんが拾っていただきたいなというふうに思います。最後にですね、保護者の会のから、保護者としてね、本当に切実に感じていらっしゃることをお話ししていただきます。はい、皆さんこんにちは。都立高校入試英語スピーキングテストに反対する保護者の会です。イーサット J の問題についてはもう今大内先生、皆さんの先生方の説明で十分だと思いますので、保護者の会からは、改善要望書を出したことと、音声データについて、そして中1中2英語スピーキングテスト、この3点についてお話しいたします。まず、改善要望書についてです。イーサット J は、アチーブメントテストとして、教員がやるというふうに、表向きには言っております。でこれについても数多くの問題点があります。でも配布している資料に昨年度議連と市民団体で取ったテスト実施後のアンケートのまとめがあると思います。それをご覧になっていただければ分かりますが、さまざまなトラブルがありました。しかし都教委は生徒たちの声を聞くことなく現在に至っております。保護者の会ではそのテストを改善してほしいということで、それをまとめて5月31日に東京都教育庁教育委員宛てに、要望書を提出しました。6月18日回答締め切りとしましたが、それを過ぎてもいまだ回答はありません。教委は回答が遅れている理由を検討中と言っていますが、果たして本当に検討しているんでしょうか。教委によく開示請求をしてくださっているタカさんという方、ツイッターアカウントタカさんなんですが、前年度の最終報告書というのを開示してくださいました。でそれによると、その一番最後のページしかちょっとコピーしてないんですけれども、教委が定める実施目的については出題内容で果たすことができたとなっており、録音不良の8名以外についてはテストが適切に実施され目的を果たすことができたとまとめてあります。あまりに私たちが知っている実際のトラブルとの違いがあり、都合のいいことしか書いていないこの報告書に対して私は怒りを禁じ得ません。はい、次に、本日東京新聞さんも記事にしてくださいましたが、音声データについてです。である保護者が自分のお子さんの音声データを開示請求された方から、ぜひこれは訴えてほしいということで保護者の会に連絡がありました。まずその保護者の方の、言葉を代読いたします。昨年子どもが試験を受けました。で子どもに様子を聞くと隣の声がすごくうるさかったと言っていたため音声開示をすることにいたしました。東京都教育委員会のホームページには話すことの力の向上に活用することを目的として音声データを提供するとあったため、簡単に音声を手に入れることができるものだと思いました。しかしそうではありませんでした。イーサット J 用に解析されたマイページはすでに閉鎖され、親が音声を申請するには東京共同電子申請届出サービスに登録し住民票と免許証を添付しなければなりませんでした。この手続きの煩雑化のために諦めた方も多いと想像します。この過程を経て開示された加工済み音声データはぶつ切れで、とても勉強に活用できるものではありませんでした。特に回答時間が40秒あるパート D の音声は聞き取れないだけでなく11秒しか収録されていませんでした。11秒ですね。また未加工の音声データも請求もしましたが、それについては不開示の決定となりました。他の受験生の音声等が含まれているため開示できないという理由が去年に記載されていました。回答データには他人の声が入っていたということです。パート D に関して加工済みデータが11秒分しか戻されなかったのは他人の声と声が本人の声が区別することができなかったからだと思われます。私の疑問は本当に本人の音声データで再現されたんだろうかということです。本人の声が抽出できないレベルで、それも本人に開示できないレベルで他人の音声が入っているというのであれば隣の生徒の声で再現されたとしてもおかしくありません。
このようなテストが都立高校の入試に実際に使われたということをぜひ多くの方に知っていただきたいと思います。そしてこれは終わったことではなく、現在中学3年生が直面している問題でもあります。都立高校入試において他人の音声が自分の回答として使われる可能性があるテストをこのまま行っていいのでしょうか。東京都はチルドレンファーストを挙げています。小池都知事にはぜひ中学3年生の立場に立ってご再考いただきたくお願い申し上げます。でそれがいただいた保護者の声です。でこれからこの11秒しか収録されてなかったパート D の音声を流します。で、このお子さん本当はすごく嫌だったと思うんですね。自分の声で当たりさらされるっていう、まあ、そこをすごく協力してくれましたので、配信、録音、放送なしということでお願いいたします。ごめんなさい、自前のテープレコーダーをお借りしていただきたいんです、はい、ちょっと一回ここで、ね、音声の録音だけ音声すべて消していただけませんか。ということですね、この音声を聞いていただければ分かると思いますが、ESAT-J がアチブメントテストとしても入試としても使えないことは明らかです。本当に今すぐ中止してください。すいません、もうあと一人保護者から少しあります。どうぞ。ごめんなさい。はい、私からはですね、今年度についてお話ししたいと思います。今年度は中学1年生、2年生にも英語スピーキングテストが実施されます。中学校を通して保護者へ配布された資料、これが資料なんですけれども、このような資料にはですね、どれくらい話せるようになっているか力を試してみましょう。レベルアップのための学習方法が分かります。使える英語力アップと書かれています。しかしここには、言っていないもっと重要なことがあります。 ESAT-J は3ヶ月の前倒しで実施される入試です。英語にだけ20点が加算されます。そしてやり方は大変不公平で不信感を、保護者たちは抱いています。今年度、1、2年生に受験させることは検証も是正もしていないというところで、とても容認できるものではありません。3年生の英語を担当した、英語の教員が、急に新しく導入されたテストについて、去年急いで研究しましたと、私に語ってくれました。評価の観点というのが、ここにも記載されているんですけれども、そのような観点を、必死に、抽出してその点を抑えた上で定型のフレーズの暗記や機器の操作というようなことを、中学の当時の3年生に、一生懸命教えたということでした。テストの形式があらかじめ分かっている、それから、機器の操作も分かっている、そういうような表面的な技能の対策が即効性があるということが、その先生が、到達したその攻略方法ということでした。それからの、ESAT-J の、 その結果のアドバイス、ESAT-J の、 都教委から来たアドバイスを見ましたが、同じような表現ばかりで、全く参考になりません。2年生の私の子供は現在中学2年生ですが、授業でも ALT 外国語の教員との対面のテストというのがありました。それはですね、1人ずつ別室に呼ばれてその ALT の先生のと会話をするというものなんですが、一問一答で、質問は1問しかなくて、さっさとせかされて席に着かされ、そしてその場で会話をして、はい次っていうような形でですね、大変慌ただしいテストだったと。で、全く自分の言いたいことも言えず、で自分の英語力も測れたのかどうかもよくわからないというようなことを、私の子供は言っていました。私はですね、これからの子どもに関しては、自ら問題を発見し考える態度、個性を伸ばす丁寧な教育を求めています。まずですね、言語の特徴や違いなどを、体系的に科学的にまず母語で学んで、日本語でまず理解し、それを、活用するということを義務教育でしっかりやってほしいです。
基本的な文法をしっかり身につけた上で、文化や歴史とともに語学を学ぶというようなこと、そういうことが本当に外国語に興味を持って、学習に取り組むということではないでしょうか。今の AI の時代に外国語を自ら学ぶということの意味について、もう少し、その教育委員会も考えていただきたいというふうに思っています。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。今の話で私も初めて聞きましたけど、ちょっと呆然といたしました。それではですね、以上で私たちの、報告が終わりましたので、質疑の方に移りたいと思います。所属を言っていただいて、もし指名ということであれば誰に対する質問ということを言っていただければと思います。はい、いかがでしょう。はい、じゃあお願いいたします。すいません、ありがとうございました。 NHK の役者と言います。大内先生にちょっと代表して答えていただきたいと思うんですけれども、はい、今会見で、皆さんにご説明いただきましたけれども、1度目、昨年度実施されまして、数々 の, そのトラブルというか問題があるということが分かった中で、今年も同様の形で実施するということで、要項も教育委員会は出していますけれども、改めてですね、今回声を上げた背景というのをもう一度教えていただけますでしょうか。お願いいたします。その本当に今日ね、自分ではまとめたんですけど、これ氷山の一角で10分の1ぐらいに絞ってる。この10倍ぐらいあります。普通研究者って問題が見えないところをどうやって問題を見つけるかが課題なんですけど、問題が見えすぎちゃって、でもこんなものをやり続けてるっていうね、恐ろしさだと思うんですよ。ですからそのやって分かったことは、あれだけ多くの音が聞こえたっていう証言があってね、でしかも我々は一応ちゃんと調査をして一定の数を集めたのにもかかわらず、何らの検証もせずに今年もっていうのは、教育行政の姿勢としてどうなんでしょうだからですから、事柄はこれですけど、私はもう東京都の教育行政のあり方に対する戦いだと思っています。実際の受験生から見えたってことは、回答が聞こえたということは回答が見えたと同じことですからね。そういう方法の入学試験になってしまったことを続けるのかっていうね。だからそういう点でいくと、ここまでひどい試験をまたも続けることは許されないので、今年も運動を広げようという形でありました。以上です。ありがとうございます。 あともう一点だけ、保護者の代表の方に伺いたいんです。はい、ごめんなさい、ちょっと細かい点の確認なんですが、さっき の, 音声データ、11秒が、音声が何らかの音声が記録されてた部分で、全体としては何秒で答える問題、40秒で答える問題で、その40秒のうち11秒分しか音が、聞こえていなくて、それ以降も本人は喋っていただけれども、音は、聞こえていないのか開示されていないのかわからないですけども、聞こえない状態だったということなんですね。聞こえないとか、そこに音がないっていうか、はい、分かりました、その確認でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今オッチの方からありましたが、やはりこういう状況にもかかわらず、実施すると、つまり基本的にこの実施は良かった、意味があったというのが時々の見解ですよね。でということは、今こういう英語のスピーキングの力を測る、アチーブメントとしてのですね、あるいはそれを入試に使うかどうかは別にしても、アチーブメントテストとしてもそういうことを全国的にやろうとしている、いろんな都府県がすでにそういうスピーキングの活動をです、テストというか、入試ではないテストをですね、導入しようとしているので、おそらくやはりこのことが全国に与える影響というのは非常に大きいのではないかな、それゆえにこのままというか放置しておけないというのが私たちが考えることです。ぜひ全国の動向も注目していきたいなというか、皆さんにもぜひ見ていっていただきたいなというふうに思っています。はい、すみません、じゃあどうぞ別の方どうぞ。はい、じゃあすいません、こちら。
次の分会です。よろしくお願いします。マイクが入ってます。もしかして入ってるのか。次の分会です。よろしくお願いします。2点があって、1点は今の音声データの件で、今日の登壇者の方で、開示された音声データを把握しているのは、今再生していただいた1件分、とりあえず1件分のみということですか。あ、分かりました。もう一回質問いきます。今日の登壇者の方で、音声データ、開示された音声データを把握しているのは、今の1件分のみ。他の保護者の会には何名か、開示請求をして、音声をもらっている人はいます。この場でも最先端だと思うんですか。そうですね。やっぱ子供、お子さんがやっぱり自分の声をこういうところにさらすっていうのは、ものすごく嫌だっていうところがあって、やっぱりここで流すってことはできない。もし聞いてたら雰囲気としてはやはり同じように極端に短かったりとか全然自分の声が聞こえないとか、私が聞かせていただいた音声は比較的きちっと収録録音されているのもありました。本人の声がちゃんと自分が答えたって言ってる様子ぐらいは、まあ、本人の声、私はそのお子さんの声を知らないから分からないけれども、でもまあそこに疑問は多分なかったんじゃないかなと思います。分かりました。今のほど必要かな。そうですね、これほどではない。つまりじゃあ答えさというか、まあ、バラつきもまあかなりありそうな感じですね。分かりました。2点目で、訴訟の件で昨年11月に訴状を提出して、今現在実質的に裁判が始まってないと認識しているんですけど、おそらく今日は、まあ、あからさまな時間稼ぎをしていると認識しているんですけど、そのあたり の、 詳細をちょっと教えていただきたいんですけど、ね、はい、本当になかなか始まりませんで、6月の12日ですね、進行協議日という形で今後の進行を話し合うということで1度目 の、 クローズドですけど、戸川との、東京地裁で話し合う場所はありました。でなんでこうなったのかっていうのは、これはですね、私たちの裁判は一つはさっきの個人情報保護条例違反の可能性と入試の公平性公正性に反すると、でこのことはこういう個人情報保護条例違反やあるいは入試の公平性公正性を満たさないものに公金を支出したということの問題を問うているわけですよ。でその公金支出の誰がね、その支出した責任者であるかっていう相手をめぐって、こちら側は向こうのいろんな書類を見てもわからないわけです。だからその誰がその公金支出の責任者か、でそれについて、こちら側から、向こうはなかなか言わないもんですから認否を問う。それこの人が公金支出の責任者ですかと聞けばはいかいいかの答えじゃないですか。なので今はその、イーサット税の事業の、公金支出の責任者を明示化するということをこちらから求めていて、それについては認否を8月の4日の進行協議の場で答えると戸川から回答を得ています。私は裁判のプロではありませんが、代理の弁護士さんはこれまでの経緯は行政裁判としてもこんなに長いことはほとんどないと、極めて戸川が不親切だという言い方をしていました。なので要するに被告が確定できてない、そのこちらが責任を取る公金支出の、それが第一回の期日がなかなか開かれないポイントです。裁判所がそこを確定したから裁判をスタートさせたいという考えを持っているようです。すみません、私は詳しくはないんですけど、そこまでが私は分かっているところです。はい、それではいかがでしょうか。はい、じゃあ後ろの方からということでよろしくお願いいたします。こちらですね。こっちに、ごめんなさい。はい、どうぞ。私もちょっと住民訴訟に関してなんですけれども、確か今週から個人情報の登録が始まるんじゃないかと思う。今年のですね。はい。そうですね。はい。で、まさに今回の住民訴訟って、その個人情報の事前にベネッセのサイトに登録するということを知らされずに、いきなりなんか蓋を開けたらベネッセのサイトで、で、まあ、被害に遭った人たちがすごくこう登録するのか悩んでるっていうことが、去年の今頃あったわけですけれども、まさにそれを今日裁判の訴訟を起こしたけれども、
このルールってちょっと私この間 そういう裁判の仕組みもわからないんですけれども、そうするとこのままそうするとまた去年と同じで、去年私が取材した中でもゼレンスキーに投票するのは怖いからもう国立公式諦めるみたいな人たちも結構いたりしたんですけれども、その辺って司法っていうんですかね、どうなんですか。はい、ごめんなさい。いやいや、はい、いやですから、そのまずは早く私たちはそんな信仰教義じゃなくてね、法廷を開くってところに持ってきたいわけですよ。でもおそらくそれは私の心証ですよ。そうしたくない、とてもね、都側の方が何とかしてこれをその住民監査請求と同じように訴えの正当性がないみたいなことにしたいと思ってるんでしょうけど、こちらは何としても次回の信仰教義で昨年の件について、これ個人情報保護をめぐる問題が一番重要な問題ですから、それについて法廷を開くという方に持っていきたいと考えています。だから今度のもう始まってしまうことですよね。こちらについても、まあ、その裁判は昨年のことについての裁判なんで争いなんですけど、住民監査請求を含めて今年の問題についても、運動を考えています。これ、私の周りあるいは入試改革を考える会の周辺で今年の個人情報をめぐる問題についても何らかの提起ができないかと今話し合いをしているところです。以上です。はい、それじゃあ、続いてどうぞ。はい、マイクをお願いします。はい、朝日新聞の本田です。2点ご質問できればと思います。今日こちら会見資料の方に、新英語教育研究会とあと保護者の会の、要望書を提出していただいたんですけれども、いずれも今は昨年と同じような形式でテストが行われるということが明らかになってますけれども、まあ、昨年と同じような、形式だったら入試に課税するのが反対で、まあ、ただ最低限ここに書いてあるような具体的な改善をしてほしいという、そういう主張で、主張の確認なんですけど、そういったことでよかったでしょうか。はい、じゃあまず保護者の先にいいですか。保護者の会としてはもう最初から入試に活用は反対です。今でも反対です。ただ改善アチーブメントテストとしてもこんなにボロボロなんだから、とりあえずそこだけでも改善してくださいねっていう要望書を出しています。なのでその改善分野ができたから、じゃあ入試に使えるよねっていう話ではないと考えています。はい、私たちも同じようにその入試には使ってほしくないと思っています。ただし、まあ、入試にイサトジェンに限らず都立入試問題の内容についてはものすごく問題の課題もあって、私たちもずっと分析を続けてきたので、まあ、今回は合わせて意見と要望書を出しましたけれども、入試としては決してふさわしいとは全く考えていません。ありがとうございます。もう一点ご質問なんですけれども、はい、先ほど沖浜さんが、まあ、全国でもこういったスピーキングテスト、アジルメントテストとして導入をする動きがあるとおっしゃってましたが、これは同じように民間企業を活用したしてアジルメントテストをやるっていう動きが具体的に今広がっているんでしょうか。もし分かる範囲でお聞かせいただければと思います。はい、今手元にちょっとですね、あちらに会の久保のがいるんですけれども、ニュース記事がいくつか手元にありますけれども、そこで分かる点がありますか。ちょっとごめんなさい。はい、マイクを、はい、主に大丈夫か新聞記事と、まあ、はい、ニュースで使うということではないし、はいは言ってない。それで民間かもわからないんだけれども、広島では英語を話す力すべての中3調査へということが出ていますね。で、一方で、長野県では入試活用を推薦レベルでできないかっていうのを検討してたけれども、去年の3月に断念をしている。それよりうんと前で言うと岩手県が、ずいぶん前でしたよね。平成16年に推薦で断念だ。何もできないんですが、それに実際に英検方式対面の面接でやってたけれども3年間で断念してるというのがあるので、福井県英語教育先進県と言われている福井県も英検の活用等を検討したけれども、今のところ
開始には向かっていない。ただアチーブメントテストとして何らかのテストをやろうという動きは広がりつつあるんじゃないかなとは思います。はい、ありがとうございます。私たちもまあちょっともう少しいろんな動きを、ね、確認をしていきたいなというふうに思っています。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。はい、どうぞお願いいたします。あ、マイクを、はい、保護者の2人については中学何それぞれ2年生と3年生です。どこまで出していいか教えてください。あ、はい、私は中3の子供がいます。出していいです。あ、はい、大丈夫です。中2、いいですよ。あ、中2です。2人とも都内の公立中学校、はい、都内の公立中学校に入っています。はい、ありがとうございます。あともう一点、署名活動を新しく始められたの池田先生にチェンジオルグでされてるんですかね。チェンジオルグ、はい、そうです。ああ、はい、チェンジオルグだけじゃないですよね。あの電子署名の方はチェンジオルグで、あの保護者の会と一緒にあの始めたということですね。それからあの請願議会への請願署名の方、これはあのそれと別にですね、あの10名の都議さんの紹介議員になっていただいて、これも始めているということです。お手元の資料の中にある請願署名の都の方に提出をする都議会ですね、それがあるかと思いますが、これを現在の署名活動ということで、いろんな方にお願いして、署名を集めているところです。9月の、都議会ですので、8月末に、集約をして、そして都議会に提出しようというふうに計画をしています。はい、まだ続けてあれば、はい、嬉しいです。はい、いかがでしょうか。はい、他にございますか。大丈夫でしょうか。こちらから特に何か最後のコメント、ファイナルコメントなどあれば、皆さんどうぞ。どうでしょう。あ、はい、はい、じゃあどうぞ。はい、あのやはり私たちもあの昨年度から何度も、ね、記者会見とか集会とか開いてきたんですけれども、あのやはりあのメディアの方たちの力であの広く、ね、伝えていただいたっていうこともあのとても大きな力にあのなりました。またはあのまたその反面、そのメディアの方々の報道がこうだん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 とこの問題から関心が薄れていくと、本当にそれはあのこの問題をさらにあの増長させて全国にあのこう広がっていくことにもなると思うので、あのやっぱりそういう、ね、メディアの方たちの底力というか、そういうところに本当に私たちは期待をして、あのこの準備をしてきましたので、ぜひですねあのこういう声と本当にあの実態のところをですね、あの本当にあのページの一コマでも割いてでもいいですし、あのニュースの、ね、本当に何十秒とかでもいいんですけれども、あのそこでやっぱりこう伝え続けていただくっていうのがあの大きな力になって運動になっていくと思うんですね。でもこの問題がやっぱり広がらなかったのが、あの私たちの運動のやり方にも課題もあったのかもしれないし、やっぱりメディアのね今こう抱える課題というか、そういうものもやっぱりすごく感じてるんですけれども、あのやっぱり正しいことが通っていく、そういうあの世の中にあのしたいなというふうに思っております。はい、はい、あの私の話でもあの強調したんですけども、あの一応日本社会においては、この間も国立大学の医学部で入学試験のサイトのミスが見つかって、でその人たちに対してちゃんと謝罪をし、で合格者として入学させるっていうふうにとっても丁寧な手続きをやってきているわけです。なのに今回のこの試験は現在までこう作り上げてきて、一応日本における、ね、その入学試験についてはやはりあの公平と公正をちゃんと守ってたっていうことをあの壊してしまう、そういうあの危険性を持っているものなので、そういう問題としてこうぜひ捉えていただきたい。 ある医学部で、男女差別も起こりましたけど、あれと同じような重大性を持っている問題というふうに考えています。あ、最後にいいですか。はい、どうぞ。あのごめんなさい、
それに続くんですけれども、やっぱり子どもたちが、去年受けた子どもたちが、やっぱりこういうなんかずるいって、子どもたちが、なんかこれ、公平でおかしいんじゃないって思うようなテストをさせられたっていうことが、やっぱ親としてものすごくこれは止められなかった悔しさがあります。でも現在、今の中3の中では、じゃあこのテスト、ちょっとスタートボタン、あとずらして押したら音聞こえるんだよねみたいな、そういう会話が、あるっていうことも聞いております。なのでやっぱり入試で使う、まあ、ジグメントテストにしろ入試にしろどちらにしても、こんな崩壊したようなテストを子どもたちにやらせないでほしい。で、子どもたちはこういうずるいことができるんだってことを学んでしまうわけですよ。で、そういう彼らが大人になったらどういう社会になるのかを想像してほしいと思います。よろしくお願いします。それでは、ご質問よろしいでしょうか。それでは今日の記者会見は以上までいたしたいと思います。皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。